あ皆さんこんばんは、えー。今日はあの仮面ライダーセイバー38話を振り返りたいと思います。まあ、みたいな方はね、ちょっとネタバレかなりになると思うんで、まあ、嫌な方はブラウザーバックしてください。 えー、世界各地の上空に浮かぶ巨大な本が開き、街が消滅していく。そんな中、トーマはマスターロゴスとの戦いをリンタオーラに任せ、一人、ケントの説得へと向かう。 まあね、もうこのとこでも、ま、うん、仮面ライダーそうもんでも、思った以上に強いからね、本当、うん。まあ、変身者はそんなに強そうに見えるのんやけどね。うん。で、俺たちを信じてくれというトーマだが、ケントは世界を救えばトーマが消えてしまうと、不安を払拭できない。えー、それでもトーマは俺は消えたりしない。というと、雷鳴剣を突き刺し去っ ていく一人残さえ雷鳴剣を見つめる剣とそこへ光の鳥が再び現れうんどうもな リンタウラーも結構頑張ってたねなかなかねまあソロモンほんと強いよなうんでああこれこれめちゃめちゃいいシーンだったねこれ、えー、ソロモンの圧倒的な力に翻弄されるブレイズたちだが ケンザン、さらにはデュランダル、サーベラも合流。剣士たちは体制を立ち直し、ソロモンに立ち向かおうとする。しかし今度はバハトが彼らの前に立ち塞がった。そこへトーマが合流して。で、えー、ケントの前に現れた光の鳥がケントの父、ハヤトに姿を変えた。どうすればいいかわからない。というケントにハヤトは、 自分の気持ちにに素直になれと優しく悟すお前が信じる道を進めそんな父の言葉に背中を押されたケントは雷鳴剣を手にトーマらのもとへ向かうすべてを自分以外の人の力のせいにするな裏切られた過去から逃れられず剣士への恨みを抱き続けるバートの目を覚まそうとするトーマーはセイバーに変身 まあね、なんでここでね、ファルシオンが出てくるんかって感じだけどね。でもめちゃめちゃ絡んでくるね、このファルシオンね。映画のキャラなのに、すごいな。うん。まあほんとそれこそあの、ダブルの、あの人以来じゃないかな、ちょっと、名前忘れたな、あれ。エターナルか、うん。 まあ、おやすさんもね結構出てたけどねなかなかうん、えー、まあ結局それでファルシオンと剣を交えるが強い思いのこもった剣をまともに受け返信を解除してしまうそんな強い思いがあるのになぜ トーマは改めてファルシオンに絶望しても諦めない人間の強さを訴えるそんなトーマにソロモンの攻撃で返信を解除された凛太郎ラもこうしたさらに雷鳴剣と暗黒剣を手にしたケントも いや、でもほんとね、バーとね、まあ最後がすごい豪華だったね。こう、なんつっても、このメンバーで戦うかっていう。うん、兄弟までね。だから、でもこれだけの人数を相手にね、でも戦えるスマスターロースもすごいけどな。うん。うん 普通に考えたら多前部勢で勝ち目、勝ち目ないような気がするんだけどね。エボルトぐらい強くないと。うん。あでもこの同時変身はすごい良かったよ。同時変身ですかなんか剣を、なんかね。まあ、それはちょっとまた見ます。えーと。 仲間の思い寄せにトーマは赤く輝く火炎剣をファルシオンに叩き込むすると傷つくことがなかったファルシオンの体の一部が裂け変身を解除した、えー、トーマの剣で、えー、人間の強い思いと力を思い知ったバハと、お前たちがこの先の未来に何をもたらすか俺が見届けてやるという言葉とともに消滅するで 巨大なカードボールグでトーマに襲いかかるソロモンだったが、トーマはお前の剣は軽いと跳ね返すと、俺たちの思いが未来を作るんだと言い放つ。その言葉に反応するかのように、剣士たちの政権が天空で結びつくと、全地をすかさどる政権が生まれ、トーマの手の中に収まった。物語の結末は俺が決める。 うんまあ、このシーンはなかなか良かったね、ほ、うんえー、その千賢とブレイブドラゴンのブックで、トーマはクロスセイバーに変身。巨大剣士、キング・オブ・ソロモン。そして巨大な本を粉砕し、世界を破滅からす救う。まあこのすうん まあ最近何と話題になってるねあの新フォームやねセイバーの。でトーマを中心勝利を喜ぶ剣士たち、えー、ケントも父さんトーマはまた未来を変えたよと素直に顔をほころばすそんな喜びをよそにバートが残した無名 剣を何者かが奪っていきまあこれなんか手からするとね、なんか、うん、デザストっぽいんやけどね。うん、まあ来週もね、ちょっとこれは、まあさっ目が離せませんね、これは。ちなみに今回のセイバーのクロスセイバー、これはどうもね、最 シューフォームではないらしい。まだもう一段階なんかね、パワーアップするらしくて。すごいなと思うけどね。もう一段階パワーアップするんかっていう。まあね、ちょっと残りあと10話もないんかな、もう。は7話か、は。下手したら6話ぐらいじゃないかな、うん。まあちょっと気になるのがね、なんかあの、タッセルさんがね、全然出てこなくなったから、あの人間に合うのかな、最終話まで。まあ最終話にチラッと出てきて終わりのような感じも指摘出したけどね。うん まあ、マスターロースはいよいよね。追い詰められてきたかなって感じで、そろそろ、だからラスボス、真のラスボスが出てくるんかなっていうマスターロース倒されてね。うん。まあ、ちょっとね、セイバーはちょっと今後見逃せませんね。まあ、最終局面みたいな感じだから。まあ、また来週もね、見させていただきますかね。では。